それでは、JIJ が確率分布に従って、まあ、分布している、そういった乱れた形を扱うため、ね、どうしたらいいかというのを考えていきたいと思います。で、私たちが今まで注目していたものは何なのかっていうと、まあ、分配関数だったんですね。で、しかも特に結局、分配関数を計算すると、エクスポーネンシャルの何がしかっていう形になっている。で、しかも暗転法を使うと積分とかもそんなんどうでもいいから、エクスポーネンシャルっていうのが抜きゅっと出てきます。なので、ログを取ってエクスポーネンシャルをまあ消しておいた方が重要なところが取り出せる。で、しかもスピンの数、N に比例してますので、その N で割り算しておいて、1自由度あたり、1スピン系あたりの自由エネルギーっていうものを注目しましょうというわけですね。これは、1スピンあたりその自由エネルギーです。なのでこれを計算するということが主目標になっています。で、この N っていうものは非常にでかいという状況を今考えてますね。で、そうすると暗転法とかが使えるんですけれども、 N がめちゃくちゃでかい、要するに K 全体、システム全体がめちゃくちゃでかいというわけですね。で、そうすると JIJ がまあいろんな風に乱れていて、本当だったら個体とかで不純物が、まあ個体とかがあって規則正しく並んでるんですけど、不純物が混じってますからそういうことが起こる。で、不純物の混じり方っていうのは規則的ではなくって、ランダムにいろんなパターンがありそうですねと。そういうことを考えると、N 無限大めちゃくちゃでかいところで JIJ がバンって与えられたあるシステムを解析するということは、その中にいろんなパターンが入っているわけですね。そのいろんなパターンに関する平均をボンって取ってしまえば、無限大の評価をしたことになるんじゃないのか、という仮説がありまして、で、実際それは数学的に OK やっていいよということが分かりました。そういうのを自己平均性と言います。セクションのね、名前を後から書くのは、この説明をしないといきなり言葉が出てきて何のこっちゃってなるからなんですけれども、自己平均性と言います。つまり、ログ Z の1自由度あたりの自由エネルギーを計算しようと思ったときに、そのまんまこれを計算する、つまり JIJ が与えられて、いろんな値を取るものが与えられて、それを固定して計算しなさいと言われてるんですけども、それができなさそう、できないな、難しそうだなというふうに思ったので、大胆にですね、平均しちゃいましょうと。自分自身の平均を計算しましょうと。J に関して。このカッコは J に関する平均です。つまり、ここで物理利用があって J って書いたら確率分布があります。JIJ に関していろんなペアがいらっしゃいますけれども、その PJIJ について積分してくださいというわけです。シェリントン・カークパトリックモデルの場合には JIJ がガウス分布に従っていると考えて計算するんですけれども、その場合にはこの PJIJ がガウス分布ですから、ガウス積分をしましょうということになります。で、このログ Z っていうものを J で平均するという操作を通せば、このログ Z の中身に JIJ ある実現値、実際の状況を示したものを計算する代わりになりますよと、自己平均性という性質で保証されてます。だから自分を計算する代わりに平均値を計算してくださいというわけです。で、それをキャッチフレーズとして言うならば、ちなみにこのキャラクターには名前がついてます。マメオくんと言います。ある JIJ がボーンと決められたものを個別と言ってます。個別のログ Z のために平均されたログ Z。それを計算しましょうというわけですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。というわけで、ログ Z の平均を計算するというところに、まあ、意識がいくわけだ。だけどさ、すごいことですよね。ログ Z って自由エネルギーを計算することと同じ、分配関数を計算してログを取りなさいって言ってるわけですから、その分配関数を計算できたら、わけねえよって話なんですよ。つまり、ログ Z を計算、しろと結局言ってることは変わらない状況です。なので、このままやっていくと無理が来るに決まってると
というわけですね。だから何か計算上のトリックを使う必要が出てきます。でそこで登場するのがレプリカ法です。まあ、これはですね、名前が有名なので聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、レプリカ法という計算方法を使って、このログZ問題というのを回避します。で、どんな方法なんですかっていうと、ログZがありまして、J についての平均を取りなさいと言われているのが、まあ、現状でございます。だけど、ログZって、そもそもねと、それこそ高校3年生の極限とかでやるのかな。zn 乗のマイナス1して、n 分の1してください。で、それをリミット取って、n を0に極限取ったら、同じですよね。高等式ってやつです。極限の意味での高等式が出てます。で、この角括弧の j っていうのは後から被せましょうと。で、分子にありますから z はそのまま被せてあげれば同じことですね。だからこれは何も言ってません。これはあくまでログっていうのは z のべき乗っていうものを計算して、そのべきの n っていうものを0極限を取ってあげれば、同じものになりますよと言ってるわけですね。ログよりはいいですね。で、その時に、この n を本来であればですよ、実数です。その実数を0の極限取りなさい。それが高等式の言ってることですけど、ここで大胆なことします。自然数だと思いなさいと。まあだから n って書いてるんですけど、ナチュラルナンバーだ、つまり数だと思いなさいと。1個、2個、3個、4個だと思ってくださいねと言ってるわけですね。そうしたらどうなるよって言ったら、分配関数が2個とか3個とか4個とか N 個分配関数を用意してくださいと言ってます。で、分配関数は一つ K 全体のシステムを司っている、まあ、一つの重要な幾何化定数ですから、そういう一つだけでもうすごい十分な情報を持ってる。それを N 個用意しなさい、コピーを用意しなさいって言ってるわけですね。だから同じシステムなんだけれども、とにかくコピーを用意して計算を進めなさいと言ってます。だからこの自然数にすると言っているところがレプリカっていう意味です。同じシステムをレプリカのコピーを用意してくださいと。で、その時に用意した後に J について平均を取ってくださいというのがアイディアなんですね。例えば、はい、強磁性相互作用、強磁性相互作用して、反強磁性相互作用してますみたいなスピンの、ランダムスピンの問題があったわけですよ。で、それを並列して用意しなさいと言ってるわけですね。何個って言ったら、それが N 個なわけです。で、全く同じコピーを用意してくださいと。その後に、計算した後に、N の0のリミットを、本当は実数なのよ、n って。だけど、自然数の場合しか意味がわからないじゃないですか。レプリカ用意してください。1.325。意味わかんねーってなっちゃいますのが、手止まっちゃいますから。なので、自然数だと思って、まあ、自然数の1、2、3で合ってんだから、そのまま0極限も合ってんじゃねという軽いノリです。それで大胆に計算をして、そのランダムスピン系の乱れた系の一つのログ z。の平均、それを得ることができるんじゃないの、そういう大胆な方法です。で、実はこのレプリカ法ってね、もう数学の先生だったりとか少しね数学的なことを強く意識する方からしたら、うわ気持ち悪いって思うんですけれども、幸いなことにこの計算方法自体が問題を起こしたっていう例は今のところ見つかっていません。もちろんそれを見つけるっていうのも非常に面白い研究なんですけれども、まあツールとして、手法として、まあ、第一近似的にやってみるだけやってみましょうよという意味では、前に進めるためにはいい方法かなと思います。で、実際にやってみましょう。このね、システム、問題状況でやってみましょうというわけですね。計算実行でございます。計算実行。で、はっきり言いますけれども、これね、リアルの集中講義でやったとしてもですね、非常に時間がかかります。非常に時間がかかるというかめんどくさいです、だからここからめちゃくちゃ根性入れてください。なのでね、ここで息を整えつつ、もう普段の集中講義リアルでやる場合にはですね、ここでうだうだとですね、
自分の中でやる気を貯めるために雑談をすっごいしますけれども、まあ黒板でやる場合はですね、非常に力使いますけれども、今 iPad のペンでやってますから、そんな筆圧使わないので、そこまで肉体的に疲れてないので、まあなんとか進められるかなと思いつつ、だけどこれからの展開大変なんだよなっていうことをちょっとビビらせております。まあとりあえず定義通り数式書くところまでやってみましょうかね。はい、 Z の N 乗に注目してくださいって言われました。でその Z の N 乗っていうのは、J によって決まってるんですが、その J に関する平均を取ってって言われてますので取ります。本当はログ Z だったんだよ。ログ Z の計算をするのがまあ難しいなと思ったので、 Z の N 乗をやることにしました。で書いてみましょう。X についての和を取りなさいとも言われてたわけですね。だけどその X っていうのが一つのシステムに関する、まあ、ベクトルですから、多数の、自由ですから、それがいっぱい用意されてるんですよ。っていうことは1個だけじゃないんですよね。そこで添え字の A っていうのを用います、うん、でこの添え字の A っていうのが用意されていっぱいあるよっていうことで、ね、角括弧を書きます。角括弧、丸括弧ですかね。丸括弧でもないね、なんつうのこれ。まあいいや。で問題となる、ギブス・ボルツマン分布、カノニカル分布ですね、そいつらも同じようにコピーしなきゃいけないので積を取ります。エクスポーネンシャルのベータかけて、で JIJ に関する和ですけど、 JIJ、XI、XJ まだ何もしてないですね。はい、でこいつらを平均取ってくださいと言われてます。はい、 J です。こんな状況ですね。うん、でここでまあ和のところに、和のところですが、指数関数のところに、和がありまして、まあ、JIJ のペアについて和を取れって言ってるんですけど、まあ、これ指数関数の型にあることですから、積に書いてもいいですね。I と J、こういうふうに書いてもいいですね。で、指数関数の中にむしろ、プロダクトの A から1の N、レプリカ数に関する積を和としてここに入れちゃいます、ここでね、こうちょっと移動させて JIJ 君をスといたします。うん、XI、XJ の型に文字を入れます。コピーだよっていうんです。 A っていうのは A 乗っていう意味ではございません。A 番目っていう意味です。その A 番目が N 個いらっしゃいまして、それぞれ、独立に動いてます。そういう状況で、ちょっと指数関数の和にするのか積にするのかを書き方を変えました。だから何もまだしてません。で J についての平均を取りなさいという計算操作は残ってるんですけれども、別に X の和とは関係ないし、 IJ に関する一つのJIJ に対して、まあ、確率分布ってそれぞれ与えられてます。独立っていうことですね。なので、J に関しても、全部の J を考えじゃなくて、一本一本のペアを考えればいいはずですね。なので、気持ちとして JIJ1 を、ペア書きました。だから、1個のこのエクスポーネンシャルベータ JIJ というものの、平均を取ってくださいという計算を進める必要があります。じゃあ勇気を持ってやってみるかい？はい。じゃあページを変えますね。ポチョン。今の計算で出てきました。もう一度繰り返しますが、JIJ に関する和平均、JIJ の確率分布についてかけて、和を取ってください。積分をしてくださいというわけですね。で今、点々点にしたのはめんどくさいから書いてないだけで、中身を一応書きますと、ベータ JIJ の A イコール1の N、XI、XJ って書いてあります。で、なんかまあ、ごちゃごちゃついてますけれども、要するにだよ、ここに書いてあるのはガウス分布です。ガウス分布って指数関数の型に二次関数があるわけです。で、ここには一次関数です。
J にとってはね、 X がなんかバーとかなんかわさわさいるんだけれどもって思うかもしれないけど、まあそれはほっといてください。はい、でこのガウス分布二次関数だよと口では言いましたけれども、実際に代入して見てみましょう。まあ、集中するのは J の積分のとこですから、細かい係数とかちょっとほっといて比例マークで進めます。インテグラル DJIJ の、確率分布はガウス分布ですよと言われましたので、 2J2 乗の N という係数がついてまして、 JIJ の2乗二次関数です。でプラスの JIJ の A で和取ってね、 XIJ で A という添え字もついてるよ。このランダムスピン系の計算がね、嫌だな怖いなって思われる理由は、これ思われる理由ですからね、実際は超簡単です。だって僕今二次関数のことしか書いてませんからね。添え字が多いからなんとなく印象として難しいんだよなって思っちゃうっていうのが実はいいことで、参入障壁が高いってやつですね。だからみんな近寄ってこないんですよ。近寄ってこないっていうことは研究者としては最高ですね。ブルーオーシャンってやつです。で、この指数の肩の部分、二次関数だよっていうことで、ここの部分に注目します。で、私たちがしたいことは J に関する積分でございますので、ガウス積分ができるぞとなんとなく思います。なのでここの星マークの部分の計算にここで集中したいなと思います。はい、続けましょうね。指数関数の肩の部分だけです。だから二次関数の部分だけです。二次関数だよ、高校3年生でもできるってことですよね。前々回ぐらいに言いましたけど、高校3年生ぐらいまでの数学で実は研究ってできちゃうんですよ。だけど見た目上それがなんか奇妙奇烈にというか複雑回帰に、絡んでいるので、なんとなくわからん。先ほどの参入障壁が高いわけです。だけど一つ一つ紐解くと二次関数ごときですから、人類ができる計算なんてたかなかそんなもんです。ということは誰かができる研究っていうのは、てか人類ができる研究っていうのは所詮二次関数止まりです。ということで本質的に重要な計算方法はそこまででいいから、だったらどんな問題を解こうかっていうことに注力した方が、いいよというわけですね。はい、でこんだけ脳が汚れるのはこの後の計算それはそれで書くのが大変ですので、ちょっと躊躇しているというだけです。はい、じゃあ二次関数でございますので平方完成しましょうね。中学 2,3 年生ぐらいですか、平方完成学んで、もう毎日のように平方完成してましたよね。で大学の学部ぐらいになって別の勉強をするようになって、もしくは別の勉強ですね、人生の勉強をするようになって、ちょっとね二次関数とか扱わなくなっちゃったっていう人もいるかもしれないですけれども、また大学院とかになって二次関数使うとかね、分野によってあるかもしれないですけど、この二次関数の平方完成こそが人類を救う計算手法です。でまず係数、二次の係数のところで引っこ抜いてJIJ の、ね、何が展開されたら同じものになるかなっていうことで探すわけですけれども、これ簡単ですね。 N 分のベータ J 二乗かな、 XI と XJ の A 二乗、うん、これを展開すると、JIJ の二乗も出てくるし、 JIJ に XI の和がかかってくる格好になりますね。はい、ベータ忘れてましたね、ここにね、うん、ぴったし同じになります。よし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 、じゃ あお釣りが出てきますので、そのお釣りを消しておくようにしましょう。ということで 2J2 乗の N がいて、係数の N 分のベータ J2 乗の2乗っていうのも出てきて、和の2乗っていうのも出てくるんですね。なんか大変ですね、和の2乗、うん、でもこういうものを用意しておけば平方完成はできるというわけですね。でこれ何言ってんのよって言ったら、平均がこれですね、平均がシフトしたわけですね、うん、でもガウス分布なのは変わりませんっていうことは、ガウス積分できちゃいます、うん、でガウス積分した結果というものをご覧に入れましょうというわけですね。よいしょ、赤に行っちゃった。この星マークの平方完成を通して結局のところ計算結果はどうなりましたかっていうとですね、綺麗な結果なんですよ。そう、お釣りの部分しか出てきませんので、このお釣りですよ、ここの部分のお釣り。なので係数綺麗に約分とかはします。でそうすると
2n 分のベータの2乗、うん、で j の2乗が出てきて、 a の添え字に関する和が出てきまして、それが2乗ってことです、うん、これの2乗ね。でこの2乗っていうのは略式記号なんですよね。2回かかるよっていう意味でございますので、同じものが2回かかってるというわけです。で同じものが2回かかってるんだから書けばいいんですよ、うん、別に書かなくてもいいんですけどね。だけどあえて書きます。でそうすると A っていうのは和の添え字ですから、いろんな値に変わるわけですね。なので右と左で和を取るのはそれぞれ別ですから、和を取る添え字っていうのは分けておいた方が意味がわかるねということで、こんな風に表記をすることにします。レプリカの添え字 A とレプリカの添え字 B というものが2つ出てきて、それらの異なるもののクロスタームが出てきました。だからなんかもしかしてこの後計算するを進めていくとうまくいくんじゃないか、そんな希望が少し見えてきました。はい、じゃあこの結果を利用して分配関数のですね、式 ZN 乗のところに代入してみます。私たちのね進めた計算結果ね、 XA がいっぱいありますよと、で IJ の、ペア、異なるペアについて席を取ってください。エクスポーネンシャルの今計算したやつですね、 2N 分のベータ J 2乗2乗で A と B の添え字の和をしてください。 XIJ の AAXIJ の BB、 はい、こんな状況です。掛け算してますね、ちゃんと。それで別にやることは何もないんですけど、計算これ以上どうやって進めるのか分かんねえよって話ですからね。このプロダクト、指数関数の積を取りなさいという部分でまた指数の型に戻してあげます。 2N の βj2 乗、そしてA と B の添え字の和で今入れようと言っている I not J、 そう私執念深いの、 I not J っていうものはよくやる手1をやろうとしたら JIJ があるせいでしくじったわけだけど、今 JIJ について平均取った後なのでいない、 JIJ がいないんだったらよくやる手できるかもしれないということで再挑戦をするわけですね。そんな時に XIJ、XIJ のところ順番変えます。XI、XI。誰のって言ったら A と B なんですよね。で、次にちょっと話して、XJ、XJ で誰のって言ったら A と B なんですね。お、XI の一つじゃなくて、XI×XI。そういう二つの数字の積であると。それを一つの単位として見てください。見てください。そうすると、これってよくやる手ができそうじゃないですか。ね。で、具体的にはどういうことになるのかなっていうことでやってみますと、ね、よくやる手1、一番最初に教わったことですけれども、XIJ の和。クロスタームを分離してましたけど、今度は XII、XJJ。ただし、添え字は A と B、A と B って違うのよ。ね、ここ気持ち、積ですよ。で、イコールってわけです。I についての和を取りなさい。その2乗からってわけです。2乗の和を抜き取ってください。ね、やりましたね。にょーん、こういう式変形をすればよくやる手1のことになるんじゃないかってわけですね。でしかも XI、XI の AB ってありまして、ここの2乗っていうところありますけれども、ここの部分に関してはやはり同じようにプラス1になります。だから残った部分についてですね、計算式まとめてみると、実は今までやってきたジングモデルの共時性モデル、共時性の全結合モデルと全く同じ計算ができるんじゃないかなというふうになってきます。で、実際事実ですね、続けますと、
右の方に続けますと XA でワー取りまして、エクスポーネンシャル 2N 分のベータ J2 乗ありまして、A と B についてのまま残ってます。で I イコール1の N XI XI AB というものの2乗が残ります。で他の係数のやつもですね計算しておくとですね、ベータ J の2乗に N の2乗ってありますけど、これは A の数と B の数を掛け算したものでスモール N の2乗ってなります。で今までと同じで N が大きいとこの子は消えるねという話が出てきます。あ、この 2N のラージ N っていらないですね、ごめんなさい2分のでもいずれにせよ今までの議論と一緒でここはオーダー1の量です。で左側の量はっていうと N 個の数字の和を取りますっていう項を2乗してますので N2 乗のオーダー、それに対して N 分の1をしますのでオーダーとしては N、 非常にでかいものになってます。だから、第2項に比べたら非常にでかいというわけですね。そうすると見えてきました。先ほどのように意味ありげな量が出てきました。意味ありげな量って何よって言ったら、i についての数字で和取ってください。xi、a と b の積が出てきました。同じじゃないですか。で、xi の a と b という積、まあ意味はちょっとわからないけれども、ただ足し算をしたものっていう意味では意味がわかるぞ。合計だなと、ね、でそれだったら統計力学って言ってんだから N 分の1をしてさ、合計を N 分の1してさ、平均というものに注目してこれからの計算してみたらどうかねってわけですね。そうしたら全く同じ計算がこの後続くんじゃないか、できるんじゃないかってことは、全結合のイジングモデルを扱ったことがある皆さんだったら、この計算その先進めることが自分ででもできるかもしれないですね。でもちろん、最初の初めてのことですから自分でできなくても構いません。一緒に、計算を追っていくことで一つ一つレベルアップしていきましょうね。こうすることによって集中講義、まあ、集中して一つのテーマトピックというものをですね網羅的に勉強するいいチャンスでございますので、この後の計算とか、まあ、書くのは結構大変ですけれども頑張ってついていってくれればと思います。はい、じゃあこの後の計算のね続きやっていきましょうかね。